はい、どうも、ひやしです。どうも、カイドリスです。はい、今日なんですけども、はい、朝からね、スニーカーズの方で、キム・ジョーンズとエアマックス95のコラボの方の発売があったと。そうですね。いうことで、はい、そのあたりをね、今日やっていったので、はい、お話していきたいなというところと、その他にはどんな話が、はい、オフ・ファイトとナイキ・ダンクローの続報と、はい、オフ・ファイトとナイキの、まあ別のちょっとコラボの話で、まあ、続報が出てきているのと、ね、はい、あとね、少しちょっとニューバランスの話をしたいんですけども、はい、はい。このチャンネルではスニーカーやファッションに関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が済みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。声をお願いします。はい。はい、早速なんですけども、ね、本日9時からですね。そうですね。はい。では、抽選ではなかったですね。ああ、そうですね。はい。スニーカーズの方で、まあ、こういった形で、エアマックス95とキム・ジョーンズのコラボの、うん、まあ、トータルオレンジの方をね、まあ、僕ら同じチャレンジしたんですけど、まあ、以前にも話したんですけど、はい、もう、片方のね、カラーがあるんですけど、黄色のタイプで。そのブラックボルトって言われてるものは、まあ、イギリス限定なんで、はい、今回トータルオレンジの方を、まあ、国内の方で、はい、挑戦したっていう感じなんですけど、うん、まあ、9時になって、こんな形でね、まあ、順番増しと言いますか、はい、こう、てん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 ってなるような、出てきて、で、OK にして、で、こんな形でね、保留中になりますよね、うん。今回ね、保留がなかったんですよね、結構。あ、そうなんですか。で、ね、ずっとね、ちょっと見てもいられなかったんで、うん、10分ほどずっとスニーカーズ見なくて、うん、でね、9時ね、12分頃に立ち上げた時に、はい、こんな形でポップが来てまして、売り切れと。でしたね。で、そのね、1分後にね、すぐにね、もう、看板に切り替わってました。あ、はい。で、僕その9時から9時10分の間に全然スニーカーズ見てなかったんですけど、うん、今回、AMAX90 とキム・ジョーンズのコラボのアパレルあったじゃないですか。はい、それをね、スニーカーの方が売り切れになったのを確かめた後にちょっとだけ見てたんですけど、うん、もうほとんど完売してましたよね。ああ、そうなんですね。スウェットと言いますか。はい。あとパンツの方も完売してて、っていう感じでしたけどね。はい。どうでした？あ、僕ですか？実はですね、僕今日チャレンジしませんでした。ですよね。はい。しなかったんですよ。はい。で、まあなぜかというと、そうなんですね、実はこれなんです。はい。はい、スニーカーズのスタッフですよね。そうなんです。朝のね、7時ぐらいだったんかな、忘れましたけど、はい、ちょっとメール来てましたね。はい。はい。こんな感じで。コングラレーションと。そうなんですよね。はい。はい、当選してたんです、ね。当選してたんですね。はい。まあ、こっちは変えちゃったんで、まあ、すごいですね。ということで、はい、今回はね、チャレンジしなかった。あ、スニーカーズの方はね、はい、チャレンジしなかったんですよ、ね。ただ、スニーカーズの方ではね、ちょっとまあ、はい、せっかくこの色当たったんで、はい。まあ、アパレルの方ですね。はい、トレーナーをちょっとね、同じ色で合わせたろうかなと。はい。いう形で、ちょっとチャレンジはしたんですけど、はい、こちらの方はね、ダメでした。あ、ダメでした。ダメでしたね。はい、はい。やっぱり、アパレルの方も保留なかったですか？あ、なかったですか？なかったです、ね。じゃあ、やっぱスニーカー同様、10分以上かかってたんですか、ね、かもしれないです。途中からもうアプリ切ってたんで。ああ、なるほどね。時間わかんないんですけども。はい、はい、はい。まあ、ということで、うん、スニーカーズのスタッフの方でフィアレスが、今回、ケアマタムさんは買えました。ですよね。変えてたっていうことですよね。どうなんですかね。これ、まあ、値段もね、そこそこ高かったので、はい、あんまり人気なかったんですかね。どうなんですかね。いや、わかんないですけど、ね。数が多かったのもね、よくわかんないですけど、はい。ちょっとね、僕、お昼にアフターマーケット、ちょっと今日は見てないんで、ああ、そうなんですね。はい、わかんないですけど、ちなみにですね、先ほど、僕もヒアレスも、エンドクロッシングの方からですね、あ、来てましたね。はい。後遺色あるんですけど、はい、ブラックボルトと言われている、まあ、蛍光グリーンとイエローを足したようなカラーのエアマックス95があるんですけど、はい、それはね、落選してましたね。なるほど。はい。押してました。うん、はい。残念でした。で、僕、スニーカーズスタッフの方も当たってなかったんで、はい。はい、なんで、まあ、僕はちょっと今回は変えずと。いうことですかね。はい。はい、まあ、無事にと言いますか、はい、まあ、僕の方は今月っていうか結構変えてますよね。交互にね、まあ、まあ、でも、あれですよね、支援入れたら結構変えてますよね。そうです、ね。僕の分の支援入れたら。はい。はい、まあ、結構変えてるんですけども、まあ、届きましたらね、はい。また、こちらの方でね、開封の儀ですね。はい。やっていきたいなと思います。はい、まあ、今回変えたから何やともあれ、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。なんかあれですかね、アパレルもセットで綺麗にこうコーディネートできる感じで描いた方いらっしゃるんですかね。なんかね、上から下まで全部ね、はい、同じカラーで統一できた方いらっしゃるんですかね。どうなんですかね。はい、それもすごいですけどね。はい、まあ、もしそんな方いらっしゃったら、はい、またコメント欄の方に書いていただきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。ぜひお願いします。まあ、僕の方のスニーカーが届きましたら、はい、こちらで紹介していきたいなと。そうですね。はい、思いますよね、はい。はい、気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、続いてなんですけども、この間からね、話題になっているオフホワイトとナイキピザ50って言ったらいいんですかね。あ、そうですね。コレクションって言ったらいいですかね。はい。はい、ナイキダンクロードのコラボで、50足発売するんじゃないかっていう話で。そうですね。はい。でね、CL ナンバー1から49までは、ほぼまあ、なんていうんですかね、カラーウェイが似ている感じで、発売されるんじゃないかっていう情報をさせてもらったんですけど、うん、それで、シリアルナンバー50、まあ、ナンバー50のモデルに関しては、オールブラックで、涼しの部分が、まあ、シルバーにね、輝いているようなメタリックシルバーの涼しが使われている、
まあ、ちょっと他のモデルとは違うカラーで1個発売されるっていう話したんですけど、そうですね。で、持ってる方も僕で以前こんな形であったんですけど、これをね、全体がね、わかるような、まあ、フレッシュルックのようなものも出てきてまして、小出しにしますね、これ持ってる方ね。そうなんですよ。で、以前紹介したものの反対側面の方をね、画像で見せてくれてるんですけど、あの、このかかとのね、50の50っていうね、タグが入ってるんですけど、はい、これが紫色で、で、スウッシュの、リアリだけでついているリアタグのカラーっていうのが、これ今回ピンクっていうふうに書いてましたけどね。ああ、なるほど。はい。これがね、50足発売されるんじゃないかって言われてるものの、まあ、カラーの見分け方といいますかね、はい。リアタグのカラーであったりとか、この CR ナンバーの入ってるタグのカラーがそれぞれ違うっていうふうにも書いてあったんで、ああ、なるほど。このオールブラックバージョンのナンバー50に関してはこんな風になるって書いてましたね。はい。あと、かかとのナイキって書いてる部分もちょっと見てもらいたいんですけど、はい、以前話したんですけど、やっぱりね、キャンバス生地一部使われてますね、やっぱり、ね。あ、そうなんですね。ナイキって書いてるところの下のね、部分を見ると、はい、なんかキャンバスっぽいんで、サイドパネルのスウッシュの部分の下の部分もよく見ると、目の粗い、キャンバス生地のものが見えたんで、あ、そうですね、やっぱり間違いないと思うんですけどね。なんで、ナンバー1からナンバー50までのデザインは、やっぱりね、キャンバスは使われると思うんですけどね。まあ、今出てきているのはたまたまね、一部キャンバスが使われているものが、まあ、リークされているだけかもしれないんですけど、はいはいはい、まあ、こういった形で来てましたね。はい、楽しみですね、これ、ね。そうですね、はい。はい。おそらく今年の後半になるのかな、わかんないですけど、うん、またこの辺続報がわかれば。そうですね、はい。ちょっとね、この、先ほどリアのね、この50の50っていうね、CR ナンバーのタグもお話しさせてもらったんですけど、去年、ルイ・ヴィトンのショーで発表されたルイ・ヴィトンのスニーカーがあるんですけど、はい、LV トレーナーって言われるね、はい、ちょっと今見てもらってる写真がそれなんですけど、はい、まあ、これデザインしてるのはね、バージュアルボロじゃないですか、はい。で、そんなバージュアルボロが、このね、ルイ・ヴィトンのこのスニーカーの、はい、まあ、ヒールの、ね、部分にこういったタグが入ってるんですけど、去年のルイ・ヴィトンと今回のダンクに見られるのは、このかかとのね、まあ、同じようにかかとにこういったなんかデザイン、まあ、全く全然違うんですけど、はい、まあ、こういった感じになってるなっていう感じなんですよ、ね。なるほど。まあ、あの、かかとにこういうね、アクセントを置いてるって感じ、ね、ああ、そうですね。はい。まあ、あの、今後もね、この情報出てきましたら、またあのお伝えしていきたいなと思いますね。はい、で、オフホワイトについては他にも情報あるんですか？そうですね。こういった形で、以前から、エアジョーダン4のミリタリーブルーで、はい、オフホワイトのコラボで発売するんじゃないかっていう情報がありまして、はい、でね、アッパーの部分のね、サンプルのね、リーク画像みたいなの一度やったことあるんですけど、はい、その後全然、情報の更新がなかったんですけど、はい、もうこんな形で、もしかしたら今年やっぱりね、この間リークであったようなサンプルの作りかけのエアジョーダン4のミリタリーブルーと、オフホワイトのコラボがあったんですけど、まあなんていうんですかね、今年あり得るのかなってちょっと思ったりもするんですけど。なんていうか、やっぱり UNC かっこいいですね。かっこいいですよね。はい。まあ、あの、実物の投稿がね、その完成されたものがまだ出てきたわけじゃないので、はい、また今後この辺情報が分かれば。はい。はい、続いてなんですけども、はい、あの、ストーンアイランドとニューバランスのコラボの話を、はい、そうなんですよね。はい。今年年末にかけてたと思うんですけど、はい、リークでできまして、こんな形で、ストーンアイランドとニューバランスのコラボで何が出るらしいんですけど、こういった、プロモーションの画像だけ出てきてまして、はい、ものしか出てきないんですよね。はい。まあ、どういったアイテムなのかわかんないんですけど、はい、まあ、今とストーンアイランドってね、アパレルブランドなんで、うん、で、ニューバランスの方も一応ね、アパレルの商品になんかしてるので、はい、おそらくアパレルのアイテムになると思うんですけど、うん、こういった形で着てましたね。はい、スニーカーだったらちょっと面白いですけどね。あ、そうですね。最近ね、はい、ニューバランスね、コラボ多いんで。そうなんですよ。はい。まあ、この辺また情報がわかれば。そうですね。はい。はい、今日は音楽情報あるんですか？音楽情報なんですけど、はい、あの、カニウエストが以前から、ギャップとコラボして、はい、イージーコレクションっていうのをやるっていう話なんですけど、はい、それがね、どこ7月に発売されるらしいんですよね。あ、そうなんですか？はい、あの、アメリカのね、経済誌が報じたことなんですけど、はい、カニウエストは今回、ギャップとね、提携して、まあ、イージーコレクションをやることによって、うん、アパレルの総資産っていうのが、うん、大体ね、日本円でね、1000億円ぐらい転入してるらしいですよ。1000億ってすごくないですか？すごいですね。で、それ以外の、カニウエストが手掛けている、まあ、アディダスとのコラボじゃないですか。はい。その分のアパレルの総資産を足したら、大体ね、5000億ぐらいらしいんですよね。そう。それで、そのカニウエストの、まあ、全事業のアパレルの総資産5000億なんですけど、これね、日本のね、アパレルのね、企業に置き換えると、大体ね、島村がね、アパレル総資産っていうのが4000億らしいんですよ、ね。はい、はい。やっぱ島村より、カニウエの方がね、上って言いますかね。すごいですね。はい、ただね、やっぱりユニクロすごかったですね。ユニクロのアパレル総資産額は、うん、奥じゃなくてやっぱり超でしたね。ああ、そうですね。でしたね、はいはい。すごいなと思ったんですけど。でもあんなにね、売れてる島村より、ギャップとアディダスの部分を足した、うん、あの、カニエの総資産、アパレルのね、総資産額っていうのが、島村より上っていうのはすごいな。単価がちゃいますからね。ちゃいますからね。はい。すごいなと思ったんですけど。まあ、そのようなニュースが出てまして、はい、
一応ね、7月頃っていうふうに書いてましたね。その、ギャップドーのコレクション。はい。ちなみに、カニエリストってね、10代の頃にシカゴのギャップで移動しましたからね。ああ、そんな話言ってました、ね。はい。なんで、まあ、古巣に戻ったっていう感じなんですか、ね、はい。っていう感じなんですけど。はい。まだこの辺まだ情報が分かる。そうですね。はい。はい。今日冒頭でご紹介した、はい、エアマックス95とキム・ジョーンズのコラボなんですけども、まあ、こちらの商品がね、まだ届いたら、動画の方でお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。はい、ヒアレスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.